包み込んでいくっていう感じを大事にしてます。私が今まで生きてきていて、いろいろな葛藤だったりとか直面した出来事があるんですけど、そういったものを一旦全て受け入れてアートとして昇華することで明るいものに変換して発信していくっていう。人生を明るく変えていくアートの力を信じて、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト堀川ゆりか。幼い頃に阪神淡路大震災を経験、そんな辛い過去を乗り越えてきた彼女だからこそ、人生をあえてポップに表現する。人が亡くなってしまったり喪失するっていうところを間近にずっと感じながら生きてきたんですよ。だけどその辛いところを助けてくれたのも人だったり、その人が持つ明るさであったりとか癒しとか、そういったところをより前面に出していきたいっていうところからコミカルに面白おかしく描くっていう。ネガティブな感情よりもポジティブな感情で表現したい、そんな彼女が生み出すのは、見る人を縛りつけることのない、それぞれの価値観によって変化するアート。ユニセックスで別に性別は決めていないんです。その作品を見た方が赤ちゃんに見えるとかおばちゃんに見えるとか言ってくれはるのを大事にしてて、作品ってそういう風に誰かと寄り添って成立するものだと思ってます。要するに見る方に押し付けるんじゃなくて、感じ取ってもらって自由に発想していただきたいっていう。それぞれが持つ感覚や経験に寄り添い、人々を楽しませる作品を作りたい。だからこそ共通して描かれるのはボーダー。根底にあるのは固定観念を外していきたいってところがあって、壁とか境界線とか、それを作るのは必ず人であって、なんか自然界にそういうのをするのは人間だけじゃないですか。ボーダーって自分自身からも出ていると思うし、周りからの影響でできるっていうのもあると思うんで、身近なものとしてボーダーが存在しているっていうところが今現代に出すっていうのが大事だと思ってます。固定観念を壊し、全ての人を包み込むような作品を、そんなアーティスト堀川ゆりかが目指すもの。生きてる間は表現者でいれたらいいなって。特にこう日本の人とかって正解を求めがちじゃないですか、これ間違ってるみたいな。だけどそのアートって何でも正解じゃないですか、全部間違ってるかもしれないけど、誰かにも必要だったらいいなって。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はペインター安田智志のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供で